私が目を覚ました時体中血まみれだった荷物もなくしてしまい身分を証明するものもない仕方なく洞窟に入り落ち着いてゆっくりと怪我が治るのを待ったよ足の怪我が良くなってからは狩りの本能を頼りに生き延びてきた 大丈夫だジョエル泣くなお父さんはもうどこにも行かないずっとお前のそばにいる <laughs> よかったな本当によかったそういえば俺は山でベネットに会ってから運が悪くなったんだそれは俺もわかってるはあ、俺は本当に。 いやそうじゃなくて俺が言いたいのはそれがなかったらこんな広い雪山の中でジョセフさんに会えなかったって言ってるんだそれに俺たちは無事に帰ってこれただろだから自分を責めないでくれ運も極限まで悪くなれば奇跡を引き起こすかもしれないってことだよパラド…フ <laughs> お前ってやつはいつからそんな口が上手になったんだ そうかな本当のことを言っただけだけどあそうだ僕旅人のお兄さんとサイルスおじさんそれからエウラお姉ちゃんとアンバお姉ちゃんにお礼を言わなきゃ僕と一緒にいてくれてありがとう僕みんなといた時間をずっと大切にするでも雪だるまは雪山を離れたら溶けちゃうよね連れていけない残念だな それなら私に方法があるわちょっと待っててえエウルアこれでよしジュエルこれを受け取ってこれはけ票の粉よこれを君の雪だるまに加えれば永遠に溶けることはないわ 雪だるまを手に入れたたよやったー本当に皆さんにはどう感謝を伝えればいいか皆さん本当にありがとうお父さん一緒に雪だるまを運ぼうよ今すぐああいいよそれでは皆さん私はジョエルに付き添いますまた今度よかったよかった。 俺とパラドも冒険途中の規律問題について話し合ってくるえっさサイです会長俺は手柄を立てたから今回は見逃してみんなじゃあなそうだ君とアンバーにもこれを作ったから受け取ってちょうだい冬の記念品と思って取っておくといいわ本当にいいのこれっっててエウルアにとって とてもも重要なものなのんでしょうアンバーこんな時はそんなこと言わないのおこれでオイラたちの雪だるまも解けないなやったぜ遠慮しないでそれときちんと保管しておきなさいよそれじゃ私とアンバーはまだ処理することがあるから先に失礼するわ。 がみんなやることがあるみたいだあそういえばオイラたちこんなに長く雪山にいたのに果物をジュースにして新鮮なままにできる装置をアルベドに作ってもらうのを忘れてたやっぱりティマイオスに何とかしてもらうかあいつはお人好よしだからな。